にちは、ハルパコ店で姉のカカと妹のアコです。今回ですね、埼玉県の大宮市にありますルフスさんにやってまいりました。こちらですね、タイ料理のお店なんですけど、デカ盛りのね、チャレンジメニューがたくさんあって、今回私たちはパッタイ 2.5 キロ30分にチャレンジしたいと思います。男性は25分だそうです。こちら時間内に完食したら料金が無料になって、ワンドリンクサービス、そして賞金なんと1人5000円いただけるということです。すごいほら、でもそうやって聞くとなんかちょっとヘビーなのかなってちょっとびっくりしております、今回なんでここに来たかと言いますと、じゃじゃーん、そう、今回ね、あのさくらちゃんと一緒にねチャレンジメニューをしに来たわけでございます。わ、そう、器がねめちゃくちゃ大きいからね、3人で並べやんから、ちょっと、ね、今回はね2人とさくらちゃんはあっちでね、また挑戦するんですけどね、さくらちゃんのチャンネルもぜひ登録といいねをよろしくお願いします。あとねコラボのね予定も考えておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけると嬉しいです。来ました。見えますか、もうパクチーの香りがすごいです。めちゃめちゃいい香りする。では店員さんはね、お忙しいので私がセルフで。5秒前4321スタート。はい、最後これで天山や。はい、いただきます。ちょっとこのままパクチースープで混ぜる、うわ、やばい。スコープで混ぜといた方が美味しいんや、パクチーも全部、パクチーをしないしなにさせておこう。しする。うわー、すごい。いただきましょう。いただきます。甘いよね、すごい甘い。さっき麺がこれなんていうんやろ、なんか米っぽいさ、フォーみたいなさ、パクチーめっちゃ美味しい。パクチーやったら美味しい。うん、さ、ナッツ入ってるからさ、食感めっちゃいいね。キュウリとかもある。なんてよ、卵美味しい。サクラビンとかめっちゃ美味しい。ピーナッツ、めっちゃ美味しいよ。もうすごい弾力感で、めちゃめちゃ弾力感。キュウリも飾り切れされた。5分経ちました。何を吸ってんの？ライムを絞ります。混ぜたところちょっとかけました、ライムを。なんか美味しい。めっちゃ美味しい。
さっぱりして美味しい。あの量に1個は足りやんかった。こっち美味しいね。これは絶対にライムを絞るべきやね。飾りじゃないんですよ。あ、美味しい。味にぴったりちゃう。ライムありは。うん。うん。うん。これも美味しいわ。うん。うん。おめ、ちょっとおめ。うん。ライムいっぱいありますからね、うん、たくさんくださいました。具材がもったっぷり、卵はこんなにあんまりないよね。結構ボリューミーさね。うん、これかな。うん、それより多く感じる。うん、普通のですね。あ、ダメです、難しい。これ塩整備、うん、おいしい。これをスープでいきたいと思います。半分切りました、はい、これも何やろ、うん、これ、うん、たっぷりみたいなさ、もやしも入ってる、食感がめっちゃいいんだよね、うん、白い卵も美味しい、うん、白い卵美味しいよね、すごい、うん、ライム全然使わんかなって思ったけど、すごいほぼ使った。うん、うん、うん。うん。ライムつむるのもめっちゃ下手や、私。これ1本ね、はい、うん、スプーンで食べるまた美味しいよ、うん、7分過ぎました。うん、全然でも全然。しんない。頑張れ、頑張れ。あと5分です。ファイトです。あと3分、残り3分です。余裕持ったら好きなエビ。だって。ごちそうさまでした。じゃあ店員さんに報告しよう。それで完食いたしました。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったです。
パッタイってこんなに違うのよ、ね、ずっと今までのパッタイじゃなかったと思う。パッタイが本格的な味型のヌルデカ盛りチャレンジでね、これめちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。記録過去アコです。美味しかった。めっちゃ美味しいね。なんかいつもさ食べるパッタイで塩気があるけど、うん、甘みなパッタイで、うん、卵があれだ旨味なのかな、うん、甘さが。あとエビの旨味と桜エビの香りもすごいし、うん、卵ふわふわや、うん、もやしとね、あとニラも入っとって、たっぷりのパクチーも入っとるやで、うん、あとそう、たくあんが入っとって千切りの、その食感がまた面白くて、うん、アクセントになってる。めっちゃ美味しい。パッタ自体もめっちゃ美味しい、うん、もち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 ピーナッツもさ入ってるから、こう、ほんと異国のうちの香りっていうんかな。でもそれもまた美味しくて、うん、パクチー山盛りやから、私普段パクチー食べないっていうか、そう、ね、1年分ぐらいパクチー食べた気がするっていうぐらいのパクチーの量が、うん、けどぴったりの量じゃない。そう、もうライムもさ、私ほぼ使い切ったもん。あ、でも私も2個しか残ってない、うん、いや、本当に美味しかった、うん、私チャレンジに来てるんですけど、普通にお店もね、すごい人気で、うん、他のお客さんがね、いらっしゃって、うん、いらっしゃって、うん、ここは美味しいお店だ、うん、大宮に来たならぜひ、うん、デカ盛りが美味しいもん、普通のより絶対美味しいよね、うん、めっちゃ美味しそうやから、うん、ぜひ皆さんも来てみてください、デカ盛りじゃなくても。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。 Twitter と Instagram もやってるね、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。お皿がすごいよね。2つあるのすごいよね。はい、やったー。